はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、ようやくプロローグが多分終わった感じがすると思うんですけど、また渋谷っすね。これが金の鎖か。あれ、これはクリスじゃないか。ここで神羅と落ち合うことになっているが、気になるものが見えるわね。関わりたくはないけど、ゾウも行かないわよね。結構マッチョな時のクリスっすね、これ。この巨大な鎖は一体どこから生えているんだ。ここは閉鎖都市渋谷よ。少なくともまともなものじゃなさそうね。ジェネシスを使ってみるか。ジェネシスあるんだ。バイオスキャンをかければ何かわかるかもしれん。そうね、やってみましょう。そうか、リベレーションズの時のクリスとジルだからか。なんだこいつらは。友好的な相手ではなさそうね。ゾンビでもないようだけど。ジル、例のタナトスじゃないだろうな。それは違うと思うわ。でもこちらに敵意があるのは間違いないようね。ジェネシスでも解析不能、この世のものではないかもね。日本の渋谷、異世界とつながっているがゆえに閉鎖された街か。噂通りだ。ここがホームグラウンドというんだから、特務機関シンラも大変ね。時間的にはそろそろだ。いつもの二人が迎えに来てくれるはずだ。まったく他に人はいないのかしらね、あの組織は。そういうな、ジル、合流の前に露払いをしておこう。了解よクリス。重火器で戦うのかこいつらは。そうするともう特に説明と等はなく普通に戦闘になるな。じゃあまずはちょっと上っていうか、もう左になっちゃったけど、こいつから倒していこう。生き残るためには倒すしかない。できる限りのことはするわ。マグナム、車輪客、おらおらおら。マグナムはだって弾数が少ないだろう、普通に考えて。こいつは攻撃そんなに仕掛けてこないな。おお、敵が出てきた。他もなんだこりゃ。まだ来るの、あの両手に鎌をつけたモンスター。見たことがないか、ジル。ジェネシスにもデータが残っているわ。これはオーマのモンスター。神羅と敵対するモンスターたちの組織か。もしや最初に現れたモンスターはこいつらの仲間なのか。お、また出てきた。なんだこいつ。大正解です。さすが BSAA、 確かな分析でありますね。ですが、そのゴールドチェーンにはお触りはナッシングで understand。 なんだこのテンションは。あなた何者なの。正解ってことはオーマのメンバーなのね。あー、ミステイク、秘密だったのですが言っちゃいましたね。まあ、あなた方にはここで消えてもらいますので、全くノープロブレムですけどね。生かして返すつもりはないか。来日早々ひどい話だが、ともかくこの金の鎖はオーマの仕業らしいな。タナトス、日本に持ち込まれた新種のウイルスにたどり着く前に余計なことに首を突っ込んだよね。ウイルス？ユーたち BSAA が日本に来たわけ、それですか？その口ぶりではオーマはウイルスの件には関わっていないようだな。That's right。 でもちょっと面白い話聞きました。まさかウイルスを横取りでもするつもり？その通り。というわけで、ソーリー、死んでもらいましょうかね。待てい、この声は。おう、何事？ What's your name？オーマに名乗るまでもない。知っているはずだ。おお、この登場の仕方はロムストールに似てるな。アリス・レイジー、噂通りなかなかいい男ね。なんじゃなんじゃ、そんな喋りで個性的とか思ってるんじゃないじゃろな。なんなん、そんなつもりはありませんのです。アホポンなチビギツネは引っ込んでてください。このウサギンじゃ、誰がアホポンじゃ。
間に合ったようだな、シンラのエージェント。なんだっけ、名字がわからん。これはトレーラー、なんて大きさなの。うふふん、シンラの誇る超惑星戦車に驚いたようじゃの。局地用特務車両、名前をつけないで勝手に。おう、シンラのビッグトレーラー、物々しいものを持ちて出してきたものです。喋りづらい、こいつのセリフは。それはこっちのセリフだ。この金の鎖、オーマは何を企んでいる。まったくじゃ。つうか主は誰じゃ。ワッチャネーム、シース。なるほど、北米支部のエージェント。なんで北米支部なんてあるの。当たり前なのね。表で動くの極東本部のワーキング。極東本部、日本ってことなの。つまり日本で何か大きなことをしようとしている。だからこそ北米の連中も動き出した。そうだな、サヤ。お見通しってわけね、坊や。坊やと呼ぶな。ここで何をしている。この鎖は何だ。簡単に答えると、お仕事の最中なの。鎖は秘密。これでいい。世界を混沌に導くのが私たちオーマ。本部のエージェントは忙しいのよね。オーマの極東本部じゃと。いつからそんな大層な名前になったんじゃ。活動の中心は私たち日本のオーマだもの。当然そういうことになるわけ。うん、言っとくけど決して後付けじゃないのよ。どうでもいい。そっちのふざけたやつと何をしようとしている。オーノー、私のどこがふざけてますか。めっちゃ許さんのです。ガッテン。なんちゅうアメリカンテイストじゃ。さすが北米支部というだけはあるの。そんなことないと思うけど。あんなアメリカ人いないぞ。照れなくても OK ですね。私のアメリカンドリーム見せてあげます。はいはい、楽しい時間はおしまい。というわけで、ちょっと急だけどここでまとめて始末をつけさせてもらいましょうか。うん、その無駄に大きいトレーラーもここで壊すか、大までもらうかしちゃおうかしらね。そうはいかないかしらね、簡単には。さあレイジ君。ああ、もう名前忘れた。キツネの。やっておしまいなさい、徹底的に。 BSAA も頑張りなさいね、ベテランなんだから。ベテランは余計よ。なんで主が指揮官的なことになっとんのじゃ。浦島、車両に乗っているのはシンラの作戦指揮官なのか。ただの課長だ。紹介は後でする。行くぞ、ここは共同戦線で大間を退ける。課長が戦場に立つのか。お、第1話だ。鎖の町のアリス。意味がわからん。オーマはあれっすね、女性も幹部に登用する感じですね。俺たちか。ちょっと雑魚敵から倒していきましょう。コンビネーションで仕掛けるぞ。おら、チーフ。やっやっやっ、とどめだ。逃がさない。これで決めるぞ。ヘッドセントへ。KO。砕け散れ。ザコが身の程を知れ。で、こいつらのこれ機動力も重要になってくるな。そうすると、おお、こっちに来た。反撃しよう。切り返すぞ。この一般兵もかわいそうだよな。完全に捨て駒だからな。まあ平社員っすね。このレイジとかって役職何なんだろう。まあ課長ではないってことは確かっすよね。こいつらは結構偉いっすからね、クリスとジルは。 BSAA の中でもまあ最前線には立ってるけど。おお、来た来た。おお、こいつらも来んのか。今結構射程3くらいなかった。まあ、まずはちょっとザコが先だな。こっちから行くか。
肩をつけるぞ。シラッコンだ。俺シャオミリガード。これ片付けられるか一旦で。あ、つくな、大丈夫だな。1400、かなり強えな。どっちにしようかな。こっちかこっちか。何をしてくるかわからん。おら、解除するわ。やとどめだ。くらい。甘いわね。やっ、とどめ。逃がさない。おお、やっぱパワーあるな。リバースナックル。いやー、いけなかったか。しくじったか。次があるといいが。1000いかないか、ダメージ。もう少しタイミング的なものをうまくやんないとダメだな。まあまずはこれでいいでしょ。その後どうすればいいんだ。どんだけヒットしてんだかわからんな。って言っても2種類しかないけど、まだ。こいつらだって1200当たるもんな。反撃をしとくか。549って結構食らうな。まだ倒れるわけにはいか。これでトータルダメージがそのいくつ当たってんのかっていうのがわからんからな。しぶとい相手だったわね。かなり弾薬を抑えられた。マジでめっちゃ弾薬使ってそうだけど。あー、狙ってきてる。おお、しかもダブルで攻撃してきた。どうする。完全防御でいいや。そうか、 150% まで溜まれば完全防御しても 100% 残るってことか。これはいけるな、サポートが。どっちにしようかな。このバニーガールの方がヒットポイントが少ないから、とりあえずいつだろう。おお、打ち破れない。ようやく打ち破った。このチャンスは生かす。頼んだぞ。長期戦になるとまずいな。うわー、反撃食らった。まずい。なんか死ぬんじゃね。大丈夫かこれ。とりあえずバリアがあるから、これをなんとかしないと。くらえ。いくつ当たるこれ。どうだ、151。 OK。 なんか結構ギリギリっぽかったな。レベル3、レベルはな、結構平均的に上げていきたいですからね。ちょっと予定が狂っちゃったけど、しょうがないみたいね。どっちか倒せばいいっていうパターンか。何をこそこそ話してる。てかその間にさ、とどめさせよ。次の場所だって。次の場所ってどこだ。なんちゅうハイテンションじゃ。ビリビリ来ておったの。まあ俺もちょっとハイテンションな女は あんま好きではないっすからね。シースというやつがどうであれ、オーマが何かやろうとしているのは確かだ。サヤは次と言った。他にもこのキングサリがあるというのか。もっとね、おしとやかな女性がいいっすね。落ち着いた感じの。浦島課長、何かわかる？ジェネシスでは解析不能だったけど。博士とお呼びなさいね、次から。調べるには設備が足りないのよ、全然。ただ一つ言えることは。何かあるのか、博士。この鎖は次元の歪曲点、揺らぎから来ているらしいってこと。この世界をつないでいると考えられるのね。どこか別の世界と。これはアラーム。緊急通信。ちょっと待ってね。アラームがスパロボのアラームっぽかったな。異世界同士を接続している。オーマの目的はそういうことか。だが、そんなことをして一体何になるというんだ。それ自体が目的ということも考えられるが、何とも言えんの。
シャオメイだ、思い出した。みんなちょっといい、緊急連絡よ本部から。何か起きたのか。おお、 BOW が現れている。新宿神戸町。なんですって。 BOW って何の略じゃっけ。バイオオーガニックウェポン、特殊なウイルスを利用した生物兵器だ。もしやタナトスはそこに。タナトス、ウイルスの名前なのか。詳しい話は移動しながらする。頼む、新宿まで運んでくれ。それじゃ乗ってぶっ飛ばすからね、最高速で。この鎖はほっぽっとってええんかい。引き継ぎの連絡はしたから大丈夫よ、調査部に。仕方ないか。よし、神戸町へ行こう。調査部、うちは何部なの。これ完全にさ、スパロボの戦艦だろ。すごいわね。これは何人乗りなの。50人60人は楽々じゃないかしら。そして局地での活動を視野に入れた様々な説明はいい博士。神戸町まではどれくらいだ。オート操縦で安全運転中、そんなにかからないと思うけど、多分分かってはいるが、じっと待つだけというのは辛いものだな。気持ちはわかるが、胃を悪くするぞクリス。じゃあ買い物でもしてく、時間つぶしに。買い物なんじゃ、売店でもあるんかい。私が発明した装備、余った備品、拾ったパーツ、必要な物資を売ってあげましょう、特別に。備品はダメだろ。交流時財閥のバックアップを受けているとはいえ、この龍騎1号の改良にはまだまだ予算がかかるのね。ちゃっかりしとるの。インターミッションで確か買い物ができた感じだから、それかな。ここにセーブしよう。ショップカスタマイズ、トレーディング追加コンテンツが開放されました。ああ、ここら辺か。一応金持ってんだな。金手に入れてたんだ。ヒットポイントはやっぱり 30% くらい回復したいよな。ここら辺のものはいいかな。はいはい、それじゃあまた。カスタマイズ、ユニット設定。ああ、なるほどね。装備変更、ギア、アクセサリー。特に何も装備してないな。トレーニングって何？ソロユニット。なんか変な。下にデグノ棒みたいなのがいいな。サポートユニットはこれ？え、これ何？経験値とかもらえんの？それとも単に武器が練習できるだけ？ちょっとやってみましょう。どう倒すかが問題だ。ほい。ヒットポイント8000って。めちゃ強えな。あんまり当たってないな。しぶとい相手には慣れてるのよ。エクスペリエンスとかゼロ、ゴールドもゼロ。多分あれかな、技の試し打ちができるっていう感じかな。じゃあというところで第1話ですね、終わりになりましたので、今回はこれで終了したいと思います。